ラブカツ TV 川口学です。皆さんおはようございます。今日はですね、袖ヶ浦フォレストレースウェイですけれども、私の後ろにトヨタのビージュ 4X ついに初乗りということになります。で、私がですね、これから試乗する車はですね、AWD ですね、前後にモーターを搭載したモデルということで、まあ、80kW で 160kW だから217馬力を発生するモデルということになります。車両重量は 2020kg、 バッテリーは 71.4kWh ということですので、まあ、それだけ頭に入れて初乗りということで早速行っていきたいと思います。ちなみに装着タイヤはこちらでございます。ブリヂストンのアレンザの001、これ OE ということですからね。はい、でサイズが235の 60R18 ということになります。まあ、細かいことは抜きにして早速行ってみたいと思います。こちらは四駆ですけれども、走り出しはおお力強い。あのね、これね、スペックで言うとごめんなさい、大したことないんですよ。あの 160kW、 80kW と 80kW なんで210数馬力っていうところですよね。で、最大トルクなんですけど、これ表示されてないんですが聞きました。で、前後で合わせるとだいたい320ニュートンぐらいだと思うんですけれども、まあライバルと比べるとちょっとスペック的に低いかなと思ったんですけど、今乗り始めて本当に力強さがあるのと、これね、シャシーが相当よくできてますね。かなりよくできてるので思った以上にね、曲がってくし、乗り心地めっちゃしなやかなんですよ。だけど運動性能が高くて、ここがすごいところ。こんなにしなやかなロールなのにグッとちゃんと加速してきますし、綺麗に曲がっていく。なので普通こんなにしなやかなロールだったら高級車みたいな感じなんで、なんかおっとっとってなりそうなんですけれども、全然そんなことなくて、ほんと綺麗に動いてきますね。これはすごい。とにかくこのピッチロールの動きがめちゃくちゃしなやかで、そのつながりがすっごいいいです。はい、今全開加速してますけれども、加速そのものにはこう強烈なインパクトみたいなものはないですね。むしろ自然にスーッと滑らかに、かつ上品に走っていくぞっていう感じの方が強いですね。とはいえ、まあ、非常によくできてるなと思うのは、まあ、まとまりがいいというか、快適性が高いというか、そこがしっかりと実現されていて、もうこの辺りはだから初手なのに、なんかこううまく作り込めてるのはやっぱり電動駆動モデル散々やってきたからこそと言える部分ですよね。まあ、要はハイブリッド、 PHEV、 その辺りで電動駆動はしっかりやってきてますので、まあ EV モードもね、当然いろいろやってきたわけですから、そう考えると手慣れてるなっていう感じはしますよね。ただそれだけに、従来のトヨタのその電動駆動の車との大きな違いというのは、まあ、感じない部分があって、そこが多分強烈なインパクトがあるわけではないというところだと思いますよね。とはいえよくできていると。じゃあワンペダルで行ってみたいと思います。お、結構減速入ってくれますね。こうアクセル踏んで次の、はい、ヘアピンまでで、はい、結構減速して、あのね、この車の良さは、そのいわゆるテスラとかアイオニック5とかもそうですけれども、踏んだ時の強烈なそのインパクトというよりは、中間加速とかのその滑らかさとか、そういう部分ですごく出るのかなっていう気がします。なのでグッと走ると、巡航しているところからの踏み直しなんかですごく、おーいいねと、ここら辺からいいですよね。だからコーナーの立ち上がりとかですごいいいなというところがありますよね。やっぱり一発の凄さよりも、その普段使いで、まあ、どれだけ扱いやすいかみたいなところで言うと、この
踏み直した感じからの滑らかさというのはすごくいい部分だと思いますし、このコーナーの立ち上がりからの力強さが半端ないぞっていうところですね。上に行けば行くほど伸びは薄れてはいきますけれども、極めて気持ちよく、まあ、走ることができるものにはなっています。なのでここで少しアクセル絞っていってからの、はい、踏むとこの出口の速さがすごいですね。ここも減速してきてパーシャルで回り込んでからのアクセルオンでグッと出ていきますので、そのあたりが相当に滑らかです。いやでもね、相当静かだな。やっぱりロードノイズでもなく風切り音っぽいものがさーっと入ってくる感じはあるけれども、それ以外の音が極めて低く抑えられていて、その良さっていうのがすごく感じられるものになってますので、そこがいいですよね。ちょっとじゃあペース上げていってみたいと思います。で、追い込んでもサスが懐深い感じがあるのはやっぱりこの車高の高さとかと関係してくるんでしょうね。非常にしっかりと粘り強い、そんなシャシーが作り上げられているのが感じられるところですね。なのでとにかく動きがこう深く強く入力入れてもしなやかに車が動いているっていう感じがあって、あ、いいですね。めちゃくちゃ気持ちいいな。やっぱりあ、レベル高いな。この前後左右そのロールピッチの動きがめちゃくちゃうまく連携されていて上質な感覚がありますよね。なのでちょっと分かりづらい感覚ではありますけれども、全てが上質な感じに感じられるところですね。駆動の感覚もすごい滑らかな感覚出てますし、まあそのロールピッチの動きみたいなもののつながりっていうのがすごい洗練されているので、そこの良さっていうのがかなりあるかなというところですね。できればでもパドル欲しくなるのが本音ないんですけれども、パドルで減速したいというのもありますし、これ今ワンペダルで走ってますけれども、ワンペダルでどんだけ減速するかっていうのをちょっと見てみたいと思いますけれども、この通常走行しているところからアクセル戻した時に、まあおそらくこれだとね 0.15 いってないかもしれないですね。ちょっとね、まあ街中ではないので、そのいわゆるその日産のワンペダルなんかと比べてどうかっていうところの判断がしづらいなっていうのはありますけれども、この減速度でいうと 0.2G は多分出てないので、そういう意味ではあのそんなに強くこう回生がかかる感じではないのかなっていうふうに思いますね。ちょっと50キロぐらいから離してみますけれども、まあ 0.15 とかそんなところの G だと思いますけれども、こう比較的穏やかだなっていう印象があります。でなおかつ4駆モデルなんで立ち上がりのね押し出しがすっごいあるんですよね。なのでコーナーでぐーって曲がってきて、ここから立ち上がり踏んでいくとぐっと力が出て相当にいいですね。これはちょっと驚き、いやいやいや、っていうかこれスペック間違ってんじゃないのっていうぐらいの感触ですよね。しかも僕先日ヒョンデのアイニック5乗って、あれは AWD で重さも、まあ重さちょっと向こうの方が重くて、あっちはね305馬力の605ニュートンの AWD だったんですけれども、まあ、それと比べるとこの加速方向はやっぱりそんな劇的に速いっていうところはこっちないんですけれども、でも数字よりも速い感じは全然するし、力強さで言ってもこのカーブからの脱出の時のグッと押してくれる感じというのはすごいあります。なので数値で見ると大したことない感じがありますけれども、実は相当に
すごいし、まあ、今回ナンバーついてないですからサーキットで走りましたけれども、これ普通に街乗りとかで乗ったらだいぶ滑らかな乗り味を持っていて、この力の出方もすごい、普通の道で考えたらめちゃくちゃトルク出てるなっていう感じの、そんなですね力の出方してますよ。でなおかつこの乗り心地の良さで、ロールもピッチも綺麗に動きがつながっていてコントロールされている感じがあって、これはねトヨタで言ったらクラウンよりも高級車って言ってもまあ言い過ぎてないと思います。そのぐらいの感じだし、まさにこうトヨタの車らしい、そんなですね高級感が漂う乗り味走り味が作り上げられているなということを感じますね。そこがねまず大きく印象として感じられる部分です。とにかくねファーストインプレッションとしてこの乗ってですね、非常にこう車自体が柔らかで上品なその感覚を備えている車になってるぞっていうところがあって、このあたりはトヨタ車だなっていうのがすごく感じられるところですし、この静けさと乗り心地の良さ柔らかさみたいなところはやっぱりトヨタの車なんだなっていう感覚がすごくあるというところですね。そして何よりポイントなのは電動駆動のモデルなので滑らかさというところですね。今までのトヨタ車はやっぱりハイブリッドもしくは PHEV が主だったので、それから比べるとやっぱりそのエンジンの駆動が入ったり音が入ったりということがなくなったんで、その良さっていうのがありますよね。なので何に近いかというと未来がありますけれども、やっぱり未来と同じような感じで非常に滑らかな感覚があるというところですね。ただし未来と違うのは、未来やっぱり後輪駆動なので、それによる質の高さ、シャシーがまあ GAL プラットフォームによる質の高さみたいなところがあって、そこまでの質には届かないけれども、でもその次にあるやっぱり質の高い車と言えるところでしょうね。その意味では例えばクラウンとかあのあたりと比べても全然質の高い、そのサルーンと、まあボディ形状サルーンじゃないですけれども、サルーンと言ってもいいようなそんな走りをしてくれるものになっているので、そこはですねすごくいいところだと思います。乗ってみて非常にプレーンな車、シンプルな感じのその印象の車、逆に言うと嫌味がほとんどない車なので、すごい優等生な感じがするというのが本音ですよね。このあたりをどういうふうに皆さんがこう感じるかっていうところだと思うんですよね。そこがな、面白みがないといえば面白みがないですし、完成度が高いという意味では非常に完成度が高いとも言えるわけですよね。これ人によってね、だから判断がすごい分かれると思いますけれども、まあ、少なくともテスラとかあのあたりを指標に置いたとするならば、まあすごくその地味な感じになってくる車ではありますよね。ただその分信頼もあるし安心もできるし落ち着いていられるという、そんな車になっていることも間違いないというところで、そこはこのあたりがトヨタならではの完成度なのかなっていうところではあります。はい、というわけで本当に今初乗りしてきたというところでございますけれども、まあ印象はですね非常にまあこう洗練されたあの車になってるなというところですね。そこがまあある意味トヨタらしいというところだと思いますけれども、まああの強烈なインパクトとかいうよりは全てがこううまく作り込まれて磨き込まれた感じのある、そんな一台になっていたというところでございます。まあこれ今3周したのをですね2回走っただけですので、このあとですねまた FF モデルとかそのあたりを乗ってどんな感じなのかというところをチェックしていきたいと思います。さあというわけで次はですね FF モデル、こちらをですね試乗したいと思います。まああの試乗までまだ時間がちょっとありますので、ちょっとですね車をチェックしていきたいと思います。でまず外観ですけれども、こちらはシルバーのカラーということになります。そして装着タイヤ、こちらはですね235の 50R20 ブリティッシュのアレンジ001であることは変わりないですけれども、こちら20インチということになります。でこうしてみると、はい、まあ、もう皆さんすでに外観内装なんかはですね何度もご覧になっていると思いますけれども、まあ、やっぱりかなり未来的な感覚のデザインが特徴ですよね。ちなみにあちらにはソルテラもありますけれども、ソルテラと BG4X 並べるとここからだと違いが
ほぼ分かんないなっていうところですけれども、前から見ると違いが分かるという感じですよね。こちら戻りますけれども、はい、インテリアちょっとチェック。これはブラックのインテリアですね、はい、でレザーシートが備わっているモデルということになります。まあインテリアなんかもそれはいろいろありますけれども、そのもうちょっと高級な感じがいいんじゃないかみたいなね意見とかもあったりとか、ちょっとトヨタっぽすぎるんじゃないかという意見もあったりとかですね、いろいろありますけれども、まあ、嫌味のないという意味においてはやっぱりよくできてるなというのが実際のところですよね。まあでもこうしてみると、まあそうね、もうちょっと未来感あってもよかったかなって感じがしますよね。モニターがでかくてこの辺りの部分っていうのはすごくインパクトありますけれども、テスラなんかと比べるとね、そこはねっていうのもありますし、このトップマウントメーターが特徴ではありますけれども、さっき乗ったら意外にね、このねこうしてみるんじゃなくてこうしてみることになるので、人によってはドラポジ的にちょっと微妙な感じになってくるのかなというふうに思います。今カメラで映しているとこういうふうに見えますけれども、私実際にどんなふうに目で見えているかというと、こんな感じになってしまうので、これがちょっとね気になるところかなという部分ですよね。ちなみにメーターオンした状態で見るとこのような感じで、ちょっとね下が切れるような見え方をするので、実際にはね、なのでここはまあちょっと気になるかなっていうところですね。で、あと一応リアもチェックしておこうかなと思いますけれども、リアはね先日もお届けした通りで、はい、乗ると前後方向は相当あります。やっぱ2850のホイールベースはかなり効果的だなと。あ、そうですね時計が反応するっていう。背もたれも高さはまあまあそこそこありますよというところですね。ただやっぱり前もお伝えした通り、床がちょっと高めなので、ここが少し開くっていうね、床面と座面の高さが高めになってしまうので、ちょっとこの間が開くという感じですね。それとここがちょっとな安っぽい感じするよな、もうちょっとここなんか欲しかったなっていうところですね。これね、まあ値段も考えて質感が微妙な、もうちょっと良くてもいいのかなっていう気がするのはまあ間違いないところかな、はい、です。じゃあ次は FF モデルなんですけれども、これはフロントだけで 150kW のモーターを持っているということですね。ただ連続周回してるとやっぱりこの巡航からの加速で、まあ、この辺りになってくるとちょっと鈍さが出てくるなっていうところですよね。特に高いコーナーだとやっぱり落差が少なくなってくるので、低速まで行って加速していく分には出口での力強さっていうのが得られるので、例えばこのタイトなコーナーでぐーっと絞って5、60キロからぐっと、あ、でも押し出し感ないな、さっきの4駆モデルの方がそういう意味では押し出し感があったかも。それか今連続周回して垂れてるのか、だから最初のね低速からのこうグッと踏んだ時の鼻の上がりは FF の方があるんですけれども、コーナーの立ち上がりで押してくれる感じがない分、こっちはねだからこう旋回してってこっから踏んできますって言った時に思ったより前に出ていかない感じがある。ここもだからコーナー回って立ち上がりますぐって踏んだ時に意外に力がないなっていう、そんな感じがありますね。そうか、そういうことが分かってきたぞ、ようやく走りながらね分かってくるっていうことですからね。だから最初のインパクトは、出てく時のインパクトは FF の方があってぐって鼻上がるんですよ。だけど周回するようなところだと、ある程度スピード出てたところから減速してまた加速していくので、そういう踏み直しだとあんまりインパクトがないっていうことですよね。そこは四駆の方がインパクトがあるということで、はい、というわけで今回はトヨタのビジュ 4X 初乗りということで、まあ印象がですね非常に洗練されてるなというところでしたね。
だからこのあたりの完成度の高さがもう今まで、電動駆動モデルを散々出してきたトヨタだからこその完成度の高さと言える部分ですね。でも一方でやっぱりその新しく登場してきたその電気自動車なんかと比べるとインパクトという意味ではまあそんなに強烈なものがあるわけではないという、もうただただひたすらよくできているっていう印象で、まあでもそんな中でもですね、そのシャシーの良さというのは非常に高いのレベルに達してるなというものが感じられて、他のバッテリー EV と比べても相当にシャシーはいいぞというのはあります。しかも20インチという、まあ、他のメーカーのですね、車たちも履いてるぐらいのサイズのタイヤ&ホイールを装着していて、なおかつサスペンションはメカのみですから、電子制御の可変とかそういったものは使ってないシンプルなサスペンションなにもかかわらず、ここまで乗り味がいいというものを出せているのは重量の重さが効いているというのもありますけれども、サスのセッティング、シャシーの良さというのが生きているからこそと言える部分と思います。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の足が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV で取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。そしてこの動画への高評価も回してよろしくお願いいたします。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。